サボイレコードはアメリカのジャズレコードレーベル。1940年代中期にスタートし、リバップの普及に寄与した。ジャズのカタログはサボイレーベルグループが統制をとっており、1990年代から2010年代までは日本コロンビアが SLG を所有していた。UK マンチェスターに同盟で異なるレーベルがあるが、これはロックのレーベルである。 1942年に、ハーマン・ルビンスキーとオジーカ・カデーナにより、ニュージャージー州ニューアークに設立。初期のビバップの重要なアルバムを発行した。ロックンロールが台頭する中で、ルビンスキーはゴスペルにシフトしていき、1950年代は、ジェームズ・クリーブランドらにより流星した。1960年代初期より、アバンギャルド・ジャズも録音しており、ポール・ブレイヤ、 エド・カラン、ビル・ディクソン、マーク・ルビン、チャールズ・モフェット、ペリー・ロビンソン、ジョセフ・シアーニ、アーチー・シェップ、サンラ、マーゼット、ワッツ、バルド・ウィリアムズ等がいた。ルビンスキーは、アフリカ系アメリカ人に対して、粗末な扱いをしており、彼らからは嫌われていた。このことについて、ジャーナリストのタイニー・プライスが、黒人向け新聞、 ザヌールク・ヘラルド・ニュースにてサボイとルビンスキーについて言及している。1986年にマラコ・レコードがサボイのゴスペルのカタログを獲得。1974年にルビンスキーが死去して以後クライブ・デイビスがビバップのカタログを獲得した。1992年からは日本コロンビアがカタログを所持しアメリカのサボイレーベルグループが統制をした。 旧音源はサボイジャズより再発された。2017年アメリカのコンコードが SLG を買収したことを発表し、SLG はコンコードが形成するコンコードミュージックグループ参加に収まった。現在サボイジャズにはジョン・コルトレーンの息子のラビ・コルトレーンやマッコイ・タイナー等が所属している。2002年10月から2010年9月までは、 コロムビアミュージックエンターテインメント malac。o。com。ザ・メルコストーリー。ハットコンコードアクワイアーズサボイレーベルグループ。アンドイッツサンゼインレコーディングス。ミュージックビジネスワールドワイド。ハットサボイレーベルグループ。コンコードミュージック。ありがとうございます。